大丈夫です。じゃあね、まあそういう感じで一つ。じゃあ最後のね、EGA。EGA ウォーク。EGA ウォークって大体差し付け。エルビンジョン。と思うだろう。はい。エルビンジョン。エルトン・ジョンだったか。エルトン・ジョン。いやいや、嘘だけど。それもありだなと思った。あいつが歩いてると何を思うし。オカマっぽい。そうそう、ケツ振りながらやって歩いてるのかな。OK、これも完全にさ。それでそのパラパラもあれもそれもさ、あの太鼓のフレーズじゃん。エルヴィンさんなんかやってる。パラ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 。ちょっとやっていってみますね。そじゃあさ、その4小節イントロして、それ3小節目にガーグーグーってきたら。4小節目。だからさ、そ仕掛けっていうか、そのバラバラって入るし とこはそれ3小節目ってことにして、はい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 、要するにトータルで4小節あるんだけど、だからロールでさ、ということでやります。それであのテーマはさ食うんだけど、あのベースは食わないで、シカとして音から始めて、で食う部分はあの B の底の底だけ、そこ の要するに大フォルテになってるとこだけやって、また頭に行った時にはもうあのメゾフォルテとか小さい、割と軽い感じでさっていう感じなんですよ。と B のところは、あ、B 分のそう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 、これがいいんだよ、この音。おお、ここが気持ちいいんだな。その後の、メロディーが B の。まで行っちゃうんだけど、うん、あの中はさ、そこはあの要するにトロンの中でそこ省いて、普通のそのサイズにしてやる。ここまで。うん。そうそう、中は。中はね。はい。それで、そうそうそう。それで太鼓にまあ来るじゃん。うん、太鼓に来たら、ワンコーラス分だけはいいんでやりたいんだよね。だから後ろがこう引いててほしい。サポートしててほしくて、それで終わったら、あのオープンにしてもらって、そしてまたそのイントロ使ってバーズッツっていうのを使って、バーズッツってやつですね。だからバーズッツ、いや、バーズッツの前にロール入れるから。ああ、わかりました。そのサイズにするから。はいはいはい。それで、あとなんだ、あ、それで B に行く前まで、 B に行くたどり着くまでに、だからクレッシェンドしていくから、はい、それでそこを一応あのマックスにして、そこでこう結構暴れて、それでまた元に戻るという、ね、戻るっていうか、その頭に戻った時にはもうメゾピアノぐらいの感じの、しかしらっとやってる感じ。やってみる、いきます。ここから難しいんだ。
終わったら、うん、そのまま全部コーラス、うん、コーラス通りにドラムソロ、うん、だからあのあれやっててブルブルドンドンドンウォーキングしてた、はい、ウォーキングもそうだし、あのピアノも とにかくさ伴奏ワンコーラスだけそれ付き合ってもらってそれはオープンですから、はい、またオープンになったとしていきます最後。